どうもライクの納税の深夜です。はい、今日はですね、雑誌の取材です。もうね、内心ね、ヤッホーですよ、ヤッホー取材日が決まってから、もう晴れてくれ晴れてくれって思ったんですけど、もうこの青空、さすが晴れ男。はい、今ですね、撮影をしてもらっております。なんかあれですね、あの、緊張しますね。久しぶりの写真撮影なので、こんな感じで公園にバイクを置いて撮ってもらってます。はい、今ですね、撮影とインタビューが全部終わって帰っております。いやー、新鮮でしたね。いつもね、撮影してる側なんで、撮影されるって久しぶり。そして雑誌の取材なんて何年ぶりやろっていう。昔ね、バンドやった頃は、まあ、バンドで取材とか結構あったんですけど、まあ、解散してからはさすがにないんで、で俺一人でね、ギター雑誌に取り上げられるわけでもないし、俺一人で取り上げられるのがまさかバイクが最初とは思ってなかったですけどねめっちゃ嬉しい。で、いつ発売かとかもね、全部言っちゃっていいって言われたんで、じゃあ告知ということで、2月1日発売、3月号のバイク人という雑誌のですね、バイク日和っていうコーナーに出させてもらいます。いやー、なんか久しぶりのインタビューって緊張しますね。俺がやってることは雑誌に取り上げても大丈夫ってやっぱ判断されたのは嬉しいですね。よかった、年始の楽しみがね、増えましたね。もしね、よかったらね、雑誌を買って読んでみてください。うん、嬉しい。俺の相棒と一緒に写ったことが嬉しい。うん、そしてね、今日のために実はマフラーを変えたっていうのもあります。吉村のマフラーですまあそれはね、また別の動画でお話をします。うん、今日はそんな感じかな。それでは今日はこの辺で失礼します。バイクの納税の深夜でした。それでは。